ハロー YouTube、 どうもドナイヤモズです。今日はですね、12月17日日曜日なんですけれども、中村俊輔選手の引退試合をですね見に日発三沢球技場に今からね、行こうと思います。はい、いや本当にね豪華なメンバーでね、あの僕の大好きなね川口とか稲本とかもね出るし、本当にね、あの僕今28歳なんですけど、僕があの物心ついた時、僕がサッカーを見始めた時、もう小学校低学年から高学年ぐらいの日本代表のメンバーが勢ぞろいするんでね、めちゃめちゃ楽しみです。はい、いやフリーキックからね、あの直接決めてくれるのをねめちゃめちゃ楽しみにしています。というわけでね、早速三沢の方にね、今朝の10時10分なんですけど行こうと思います。
Yeah.
すごいな。俊介中村フェアウェルマッチ、まもなく選手入場となります。
それでは皆様、大型ビジョンにご注目ください。現役生活お疲れ様でした。そしてありがとうございました。三浦雄太選手、小野伸二選手、高原直弘選手へ、一度大きな拍手を送ってください。Defender number 20, Kalufin Yongafin. Midfielder number 6, Seiko Tatsuki. Midfielder number 8, Sato Kensuke. Midfielder number 8, Saito Kosuke. Defender number 17, Takeda Eijiro. Midfielder number 25, Nakamura Shinsuke. Forward number 9, Kubo Tatsuhiko. Number 9, Joel Shoji. Suzukimashite, J-Dreams, starting 11 の発表です。 Goalkeeper number 1, Kawaguchi Yoshikatsu. Defender number 5, Miyamoto Tsuneyasu. Defender number 6, Nakata Koji. Defender number 21, Kaji Akira. Defender number 22, Nakazawa Yuji. Midfielder number 8, Ogasawara Mitsuo. Midfielder number 16, Motoyama Masashi. Midfielder number 17, Inamoto Junichi. Midfielder number 17, Myoshin Tomokazu. Forward number 11, Sato Hisato. Forward number 11, Tamada Keiji. Thank you.
俊介中村ファーウェルマッチ横浜 FC フレンズ vs J Dreams キックオフになります。キックオフのカウントダウンはスペシャルなこの方にお願いします。皆様大型ビジョンにご注目ください。俊さん、改めまして現役お疲れ様でした。俊さんとは日本代表そして横浜 FC で一緒にプレーさせていただきました。ありがとうございました。俊さんと共にした時間は自分にとって大きな誇りであり宝物です。俊さんは今横浜 FC でコーチとして監督業務を目指しています。中村俊介監督が誕生することを心待ちにし楽しみにしております。今日のこの引退試合心の底からサッカーを楽しんでください。そしてサポーターの皆さんも、選手と一緒に、この引退試合を盛り上げてください。よろしくお願いします。それではキックオフのカウントダウンいきたいと思います。皆さんもご一緒にどうぞ。それでは10 9 8 7 6 5 4 3 2 1キックオフ。おーうまい。おおおカジおぉ俊介猪本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 猪それではまもなく俊介中村ファーウェルマッチ横浜 FC フレンズ vs J Dreams 後半開始となります。後半キックオフのカウントダウンはこの方です。皆様大型ビジョンにご注目ください。
皆さんこんにちは、シントトロイデンの岡崎真司です。しゅんさん、改めて、長いサッカー生活お疲れ様でした。そして会場にいる、ファン、サポーター、そして関係者の皆さん、楽しんでますか？しゅんさんもぜひ、最後の、ラストマッチ、サッカーを大好きなしゅんさんが、一番楽しんでほしいなと思います。後半もしゅんさんの大活躍、楽しみにしています。会場に、長友佑都、内田篤人がいると聞いています。ここで、言っておきたいのが、しゅんさんに一番可愛がられてたのは僕です。なのでぜひしゅんさんの方から2人には、そう言っていただければ、ありがたいです。それでは、後半戦スタートまで5、4、3、2、1、キックオフ。キックオフ。松井大輔選手にイエローカードが出されました。ただいまのゴール、後半23分、中村俊輔選手のゴールでした。J ドリームス、選手の交代をお知らせいたします。19番高原直弘選手に代わりまして、13番柳沢敦選手が入ります。皆さんがピッチを去っていきます。皆さんもう一度大きな大きな拍手をお願いします。俊輔中村フェアウェルマッチ、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ただいまセレモニーのスタンバイをしております。今しばらくお待ちください。
球技場に、足を運んでいただいた、サポーターの方々、ファンの方々、そしてオフシーズンにもかかわらず、駆けつけてくださった、選手の皆さん、本当に今日はありがとうございます。並びに、サポートをご支援していただいた、パートナー企業の皆様にも感謝申し上げます。ありがとうございます。今日の試合に、当たって、長期に、それ準備をしていただいた、スタッフの方々、関係者の方々にも感謝を申し上げます。ありがとうございます。思えば、最初にサッカー観戦というものをしたのがここ三つだ。で、ちょうどですね、あそこら辺の席でまだコンクリートの椅子だった時ですね、小学低学年の時に父親に連れて来られて、最初に見た試合が、日産自動車対、ベルディ、読売クラブでした。で、両チームの10番、木村和志さんとラムス・ルイスに、魅了されて、自分もああなりたいと思ったのが、まあ、全ての始まりだったんじゃないかなと思います。プロ初出場、初ゴールもここ三ツ矢で、できました。私にとっては切っても切れない、とても大切な場所で、最後プレーができて、とても嬉しく思います。ありがとうございます。プロになり、横浜マイナスに入団し、井原さん、小村さん、川口さん、ジョーさん、松さん、松田直樹さんという偉大な先輩たちに、背中を見て、自分のレベルを上げることができ、とてもプロという厳しい中で生き抜く術をつけることができました。その後海外にも挑戦し、イタリア、スコットランド、スペインとプレーし、チャンピオンズリーグもプレーすることができました。日本代表では国と順番を背負い、誇りを感じながらプレーもできました。自分でサッカーノートを書いてたんですけど、目標のところに書いたことをクリアしていく、そういう実感を自分の中で、感じれたのが、本当良かったと思います。その中でもいいことばかりじゃ ありませんでした。やっぱり自分の中で一番きつかったのが、やっぱりワールドカップ、2010年のワールドカップです。やっぱ積み上げてきたものをワールドカップで出したかったんですけど、なかなかやっぱうまくいかず、メンタルの状態もあんま良くない中、いつも励ましてくれたり、応援してくれた家族の存在はとても大きかったです。いつもサポートだけでなく、やっぱ一緒に戦ってくれた妻にも感謝します。ありがとうございます。サッカーというものに、出会わせて、くれた両親、いつも自分のことより、私を優先し、サッカーできる環境、集中できる環境をいつも作ってくれました。両親にも感謝したいです。ありがとうございます。最後になりますが、自分が所属した、三園 SC、
日産ジュニアユース、東工学園、横浜マリノス、横浜 F マリノス、レジーナ、セルティック、エスパニョール、そして、ジュビロ、よかった、そして、大丈夫です横浜 FC とに一緒に戦った監督、コーチ、スタッフ、サポーターの方々、本当にかけがえのない、自分に大切なものをができまして、本当にありがとうございました。これからは、第二の人生始まってますが、指導者として少しでも日本サッカーに貢献できるように、することと、一人でも多くの選手に、信頼関係を上達してもらえるように、努力を日々精進してまいりますので、まだまだ未熟ですので、ご指導のほどよろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。続きまして、今回の引退試合、俊介中村フェアウェルマッチにお集まりいただきました選手、監督の皆様より、それぞれの思いを記したメッセージボードをご用意させていただきました。俊介、俊介のテクニック、それから左足のキック、多くの、サッカーファン、それから多くの人たちが魅了され、そしてそのプレーが本当に大好きでした。私もその一人です。そして、一緒にプレーし、時には対戦し、多くの、熱い戦い、それから感動を、与えてくださった中村俊介選手、本当にありがとうございました。今日の、この試合でも本当に素晴らしいプレーを見せてくれて、特に最後のゴールは、私もベンチから見ていて、本当に涙が出るぐらい本当に感動しました。これからも、サッカー人として日本のサッカー、それから、中村選手を超える選手の育成、期待しています。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。続きまして、記念撮影をさせていただきます。ありがとうございました。それではここで全選手の皆さんで記念撮影に移りたいと思います。
シュースケナイトラフェアウェルマッチ、皆様ご来場いただき誠にありがとうございました。その代表して魔法をかけ続けた日本のファンタジスタ中村俊輔、26年間ありがとうございました。皆様今一度大きな拍手をお願いします。はい、というわけで、日発三沢球技場で行われていた中村俊輔選手の引退試合が終わってですね、今横浜駅の方に歩いている途中なんですけども、まあ、簡単にね、まあ、感想の方を話していこうと思うんですけど、いやもう俊輔フリーキックがね、もう今回ね3発
決めた。まあ一発目はね、ちょっと川口がね、多分セービングしてたようにも見えなくもないんだけど、まあでもあれ抜きにしてもね、もう完璧な軌道のフリーキックを2発決めて、さらに後半の試合終了間際にも一発決めて、やっぱりね、本当なんかもうまさにファンタジスタというか、本当に魔法の左足ですね。もうなんかね、フリーキック蹴る前に決まるぞみたいな感覚、久しぶりにね味わったっていうか、うん、いやちゃんとね、まあもちろんね、こう引退試合って話し合いだから、ちょっと盛り上げるためのね、なんかお膳立てとかもあるところもあるんだけど、だけれども、やっぱり枠内にね、あんな軌道でね、しっかり今でも蹴れるっていう、本当に全然今でもやれますね。プレー見てても全然ね、めっちゃうまかったしね、うん、全然現役顔負けのねプレーだったかなというふうに思うし、いやフリーキック3発に試合終了間際の1発、さらにもう1発、いやマジでね、かっこよかったっすね。なんかずっと見てたかったね、この試合。うん、もう前半開始早々ね、もうずっとね、なんかジョーがめちゃくちゃ、ジョー昌司、ジョーがね、もう結構年長なんだけど、ジョーがめちゃめちゃ走らされてたのがね、めっちゃ面白かったしね。そんなジョーがね、前半ドリブルしてね、突破からね、いいところでファールもらってね、うん、俊介のね、フリーキック与えたところとかね、面白かったし、もう本当にね、ジョーがね、左サイドでね、すごい頑張って走ってるのがね、面白かったです。ちょっと途中疲れ始めてたけどね、まあ、いやあとはそうね、やっぱ中澤楽しいね、本当にフリーキックをね、ヘディングでブロックしてしたりとかね、もうひたすらね、もう梶に対してね、なんかもう梶戻れとかね、梶行けとかなんかずっと言ってて、なんか客席とか湧いててね、本当にやっぱり盛り上げ上手だなと思いました。本当にね、なんか今回なんかトゥーリオとかもそうだけど、なんか本当個性的なね、そういう選手がね、やっぱいっぱいいてね、なんか昔の日本代表すごい、なんか本当に個性的な選手いっぱいいて楽しかったなっていう風に思いましたね。うん、今の日本代表も好きなんだけど、昔の日本代表そういったね、なんか、うん、懐かしかったね、本当中澤トゥーリオ、うん、で梶もねすごい頑張って、うん、攻撃参加ね、梶のオーバーラップ良かったし、あとやっぱ長友ね、うん、後半出てた、前半途中から出てた中村俊輔から長友への、ね、でっかいサイドチェンジのね攻撃とかもね、本当に見せ場をね長友めちゃめちゃ作っていたなっていう風に思いました。うん、あとサントスね、サントスめっちゃ懐かしいな、本当に。うん、もう令和になってね、サントスのプレー見れるって思わなかった。うん、ゴールもね一つ上げていたし、うん、サントスもねなんか結構ね、あからさまに倒れたりとかね、うん、そういうやっぱね引退試合はこうでなくちゃね、うん、面白かったし、あとやっぱりなんといってもね、僕の大好きなね、川口ね、うん、1本目のね、まあ、ゴールになってしまったんだけどね、超反応でね、本当未だに全然川口本当に反応がね素晴らしいっすわ、マジで本当に超反応、うん、なし、本当にね見せ場がねいくつもありましたね。さらに最後のね川口のヘッド、うん、素晴らしいヘッドだったね。あれ1回目ね、うまく合わなかったんだけれども、2回目あれ、そう、2回目のね中村健吾からのねコーナーキックを、うん、ちゃんとしっかり合わせれるのがすごいね、あそこで、うん、しっかり合わせれるのがね、さすが川口だなっていう風に思いました。いや、吉勝さん、うん、吉勝さんのプレーをねまた見れてね、めちゃくちゃ嬉しいです。うん、すごいいい反応してたしね、あのヘッドもねちゃんと合わせてさ、いやもちろんね、なんか周りも空気読んだってのもあるけどさ、ちゃんと合わせて枠内に飛ばせるのすごいよね、本当に。うん、でね、まあ、出場時間少なかったけどね、楢崎さんもね、楢崎聖子もね見れてよかったしね、もう本当に川口楢崎って言ったら僕大好きだから、うん、曽我畑もね、うん、結構見せ場あってよかったです。うん、とあとね、まあ、松田直樹選手と、ね、奥大輔選手もね、それぞれの背番号のね時間になったら、うん、ちゃんと掲示板にね、俊介からの、ね、メッセージがね載ってたりしてね、もう本当粋な演出だなっていう風に思いました。うん、あともうちょっとね、もう引っ張り話したいことはあと稲本のねプレーがねすごいアグレッシブでね良かったし、うん、あと小笠原もね、うん、すごい
全然体力の衰えをね感じないプレーでしたね本当に、うん、あとあの横浜 FC 側の松井大輔がね本当に動きがねめちゃめちゃ際立っててねかっこよかったです、はい、いや柳沢もね惜しいシーンがいくつかあったしね、うん、いや本当そんな感じで本当素晴らしい引退試合だったかなと、うん、ゴールもたくさん見れたし、うん、本当にいい引退試合だったかなというふうに思います。あとねなんといってもねあのサプライズでねあの中田秀がねあの試合に出場こそはなかったんだけどベンチにいたりとかねベンチにもいたしずっといたし集合写真とかでねもうその場で談笑、ね、していた秀がね来たっていうのがねもうなんとも本当に豪華すぎるな。ほぼもうほぼ2006年のねもうジーコジャパンなんでジーコからのメッセージもねあったしねカズからのメッセージもあったしね本当にもうあのメンバー発表された時に足りないなって思っていたピースがねもう完全に埋まりましたね。ジーコからのメッセージカズのねつもあって、うん、ヒデも来ていやヒデもっとねサッカーに関わってほしいんだけどね、うん、こんな感じで本当に素晴らしい引退試合だったかなというふうに思いました。うん、いや幸せだなマジで、うん、サッカー最高っすわ本当に、うん、というわけでね、まあ、中村俊輔コーチとして、ね、今横浜 FC にいるけれどもね、まあ、いずれはねまた監督になってね、うん、で一戦でねまたもっと盛り上げてほしいなというふうに思いました。本当にね未だにあのフリーキック健在ですわ。なんかなんだろう野球みたいに代打じゃないけどそういうねそういうシステムがあったら未だにフリーキックでいけるんじゃないのみたいなね、うん、もうなんか中村俊輔の、うん、せいって言ったらあれだけど中村俊輔のせいでさもうフリーキックって言ったらもうなんか直接バンバン入るものみたいなイメージがついちゃったからね本来そうじゃないんだけど、うん、本当にあの中村俊輔選手のねあの素晴らしいフリーキックをねあの3発もね見れてねゴールを本当にね沸きましたわ。うん素晴らしいです。いい席だったしね結構上の方だったけど見やすい席だったし、うんまあね、1万3000人ぐらい入ったんだよな今回、うん、本来、ね、日産スタジアムでやっても埋まったと思うんだけどやっぱり中村俊輔がねあの日発水田でやりたいという、まあ、最初にね一番最初にサッカーを見た場所もここだったしデビューしてプレーしたのもここだったからっていうのもあると思うんだけど、うんいやもう二度と見れないですわこんなメンツでの豪華な試合本当にねマジでいやマジでね本当もう生きててよかったわ本当に生きててよかったっすわ、うん、いや 最高の思い出になりましたというわけで、中村俊輔引退試合見に行ってきました。お疲れ様でした。バイバイ。ありがとう俊輔。